どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、私が今ドハマり中のゴレゴのですね、重要なポイントについて喋っていきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、まずですね、私非常に恥ずかしいんですけれども、私今回失敗したリプレイでございます。 46% で星1しか取れなかったんですね。今回私この村を攻めて、まあね、防衛施設カンスト、そしてヒーローカンスト、そしてあとはもう壁がもう青、もうね、青壁がもう多分3分の2ぐらいですかね、あるので、まあ結構ですね、結構非常にハイレベルな村を攻めました。まあいけるかなと思ったんですけど、まあ編成を見てもらえば分かる通り、まあそうですね、ゴーレム5体、そしてネクマン2体、ペッカ1体、ウィズ7体で、援軍がウィズですね。そしてまあアチャクイババキン、そして呪文なんですけれども、まあそうですね、青壁でちょっとウォールブレイカーで、もし穴開けミスったら嫌なんで、まあジャンプは2つ、そして援軍処理用のライトニング、そしてレイジという感じですね。早速見ていきましょう。まずはですね、私の失敗リプレイなので、どんな感じで失敗したのか皆さんに見ていただくことにしましょう。はい、まずはうち、まあもうですね、もう、私の今ですね、まあ、チャンネル登録して、まあ嬉しいことにもう1万3000人を突破いたしまして、その1万3000人の方にですね、もう見られちゃうわけですからね、この失敗リプレイを。まあこんな感じで、まあ普通のゴレゴですね。まあ、ゴレゴは基本的にはインフェルノタワーの、なんていうんでしょうね、標的になりますよね。なので非常にそのフリーズとかがまあいるあれもありますけれども、はい、まあ私のですね、リプレイを見ながら、もうどこがいけなかったのかというのをですね、皆さんに想像していただきながらですね、ご覧ください。この時点で 40% ですね。はい、そう 42%。そして44。そう46になりの、まあ、あとはなんかアーチャーがここにあるっていう感じですね。まあですね、皆さんお分かりいただけましたでしょうか。結構ですね、今回のその村を攻めるにあたって、失敗したなと思われるポイントが、失敗したなというか、もともとのそのゴレゴの、そのなんていうんでしょうね、大事なポイントというのがありまして、まず説明していきましょう。まずですね、私、クラミンに教えてもらったんですけれども、まあ、アドバイスいただいたんですけれども、ゴレゴの場合は、このマルチインフェルノタワー、そしてシングルインフェルノタワーがあったときに、シングルインフェルノの方から攻めた方がいいよというアドバイスをもらいましたね。それについてなんですけれども、ありますね。もう普通にその可能性というか、それが結構いいかなと思います。やはりですね、最初の方に、結構その、なんでしょうね、こう、攻めていって、やはりそのね、マルチなので、結構ゴレゴでこう、押し切ってくれる感じあるんですけれども、やはり、ここら辺ですと、アーチャークイーンであるとか、ウィズが結構生き残っている状態なので、このインフェルノタワーは割かし早く壊れすことができるんですよね。なので、あとはもう、マルチのインフェルノタワーがもう適当にね、ゴーレムターゲットを取ってくれて、まあ、適当にアーチャークイーンであるとか、ウィザードがもう攻撃してくれるので、まず攻める方向をインフェルノタワーのシングルからやるというのが、ちょっと改善のポイントかなと思いました。そしてですね、まあ、普通にゴーレムを5体流し込み、まあ、こんな感じでウィザードをやるんですけど、やはりですね、ゴーレムのね、普通やっぱゴーレムを誘導、中心部にゴーレムを行くことが、まあゴレゴの、まあ優先のポイントなので、やはりもうゴーレム一面ですよね、一面しか取ることができないんですよ。まあ普通のゴウィービとかゴワイプとかですと、一面取って二面取って、まあ三面で中心部流し込むっていう感じだと思うんですけれども、やっぱゴレゴの場合は一点からボーっていって、もう中心部破壊してパーセントを稼ぐという感じなので、やはりサイドからの集中砲火っていうのがどうしても受けてしまうんですよね。なのでそれを受けないために、ヒーリングを一つ持っていくという、そのなんていうんでしょうね、そういうこともできるかなと思いました。ヒーリングを持っていくことによって、やはりインフェルノタワーに攻撃されているユニットはヒーリングの効果が適用しないので、ゴーレムは回復しないですよね。しかしインフェルノタワーがゴーレムをターゲット取ってくれているので、他のウィザードであるとかネクマンとかが、周りの巨大クロスボウであるとか迫撃砲ですね、ウィズ島とかの範囲攻撃によってウィザードとかが死んでしまわないように、ヒーリングを持っていくということも、一つの改善のポイントかなと思いました。
さあそしてですね、やはり語尾日とか、まあ語尾日は結構いい感じですけども、例えば裏バル、裏からバルーン、普通に語尾日で攻めていって裏からバルーンで 100% を取る編成であったり、まあ結構その、複雑な編成でやすと、やはりその、なんていうんですかね、ミスるポイントっていうのがやはり様々だと思うんですよ。しかしゴレゴっていうのは非常に安定する攻め方なので、その安定する攻め方でミスるっていうのは、やはりその改善するポイントっていうのはそこまでないんじゃないかな、そこまでその多種多様なミスり方っていうのはあまりないのかなと思いますね。なのでやはりゴレゴはね、そこまでそのミスのパターンが少ないというか、そんな感じなので、基本的にはこのですね、失敗リプレイはその皆さん、ゴレゴをするにあたって、あー俺もこんなミスしたわみたいな共感を得てくれるのではないかなと思います。まあですね、私あとですね、まあやっぱりゴレゴ、先ほども申し上げました通り、いや集中砲火を受けるじゃないですか、真ん中でのユニットを生き残らすことが無理なので、私も今ガーゴイル、積んでいますけれども、こんな感じでガーゴイルで削っていくんですよね。ここでちょっと私一応ミスったなっていうポイントなんですけれども、この時点でですね、こちらのアーチャータワー、ウィズ島がですね、もうゴーレムのターゲットを取ってるんですよね。なのでこの間にゴーレムをここら辺に出しておけば、あ、ゴーレムではないですね、ガーゴイルを出しておけばですね、普通にもう 50% はいきましたね。この、私ここで出してしまったんですね。結構なんでしょう、躊躇したというか、すっきり様子見でガーゴイルを出したんですけれども、もうこれがあだとなり、もうね、もうこの HP で、ガーゴイルが死んでしまい、あとはこのアーチャーだけという感じなので、やはりその形はこんな感じでいいと思いますよ。こんな感じで流し込んで中心部破壊、そしてまあその真ん中にアーチャークイーンとかいたら、まあアーチャークイーンがこう周りの施設を破壊しつつ 50% 取れたらいいんですけれども、やはり保険としてアーチャーであるとかガーゴイルを積んでいくってことは大事ですね。あとはやはりそのゴーレムがターゲットとなってくれているので、そこで臨機応変に対応していくことが重要かなと思いました。私ですね、今まで長々とですね、ゴレゴの重要なポイントといいますか、私が改善、今のその失敗のリプレイから改善した方がいいポイントをですね、まあ自分なりに考え出してですね、これからもですね、私ゴレゴをですね、まずはちゃんとも安定させていきたいですね。まあ、私、シングルプレイでも、ゴレゴ結構やっているんですけれども、そこら辺の例えば防衛施設が乾燥していなければ普通に 50% 普通に取れてしまうので、非常にでも何でしょうね、安定するので、ぜひ皆さんにですねやっていただきたい。これ本当に強いですね。もう本当にね、安定するんですよね。もうインフェルノタワーをゴーレムだけで破壊とかしちゃうんですよね。ボそのゴーレムのボフンボフンの攻撃がレイジと組み合わせると、インフェルノタワーなんか気づいたらインフェルノタワー壊れてたみたいなこと結構あるので、これが本当に強いので、ぜひとも皆さんやってみてください。私もですね、今回失敗したリプレイで、もうね恥ずかしいですよ本当に。もう失敗したリプレイを上げるというのも勇気がいることですから、もう皆さんにね袋叩きにされますからね。下手くそワロスとかね、出直してこい、一昨日来やがれみたいな、まあそういうことですよ。なので私もですね、成功したリプレイバシバシゴレゴどんどん、クラッシュオブクラン清々はですね研究していきたいと思いますので、ぜひとも皆さん今後にご期待ください。ご視聴ありがとうございました。